2015年5月24日、韓国 SBS は、このほど、韓国の若者と違い、日本の若者には、大学に行かない自由があると紹介した。記事によると、最近、日本の若年層の就業率は高まっており、今年の大学卒業予定者の就職内定率は 80% を超え、高校卒業予定者の就職内定率も 84% まで上昇した。しかし、このような就業率よりも羨ましく重要なものは、日本の若者たちは大学に行かない自由があり、自分の好きなように生きる環境が整っていることだという。韓国の大学進学率は 70% と、世界最高水準である。大学を出たからといって就職に有利になるわけではないが、それでも大学に行かないという選択肢はない。一方、日本の大学進学率は 48%。 学びたいことがある人は大学に行くが、行かなくても何の問題もない。さらに、日本の人件費は韓国よりはるかに高く、アルバイトでも十分に生活していける。日本にはフリーターと呼ばれる人たちがいるが、社会的不適応者ではなく、出世よりも自分の好きな仕事や趣味をすることを選択した人たちだ。また、韓国は仕事を早期退職したり、定年退職した人が自営業を始めて社長になるケースが多いが、日本は高卒が自営業の世界に飛び込む。短くても10年以上の実践経験を積んでから、自分の店を出すので、成功率が高くなるという。記事は、最後に、韓国の若者も日本の若者のように、大学進学にこだわらずに、自分の好きな道を進めば、誰もが幸せになれるのだと伝えている。これについて、韓国のネットユーザーは、様々なコメントを寄せている。韓国は人件費が低すぎる。まずは、最低時給を上げることだ。韓国人はみんな大企業の奴隷として働き、他人の目を気にして生きている。羨ましい。大学に行かなくても自分の好きな人生を楽しむことができたらな。一番羨ましいのは軍隊に行かない自由があることだ。韓国には大学が溢れているので、大学卒業が何の意味も持たなくなってしまった。先進国と比べるな。韓国が日本を超えることは不可能だ。日本が滅びるより先に韓国が滅びる可能性は 10,000%。 俺も大学を卒業したし、俺の子供にも大学を卒業させるつもりだが、お前らの子供は大学に通わせるな。これが韓国人の考え。日本も高齢化したフリーターたちに頭を抱えている。どちらにも良い点と悪い点がある。